なんでこんなつまらないチームになったのだ。今季のプロ野球は早くもシーズン終盤のラストスパート。各球団一つでも上の順位を目指した戦いを繰り広げており、ファンの皆様もドキドキして見ている人も多いのではないでしょうか。中でもセリーグは優勝争い、さらには A クラス争いも激化しており、どの球団も捨てれる試合は一試合もない状況。一方でこの争いから脱落したヤクルト、中日も僅差での再開争いとなっており、セリーグ全チームが本気モードという珍しいシーズンとなっています。そんな中、再開争いを演じる2球団にある大物 OB が放った本音が話題に。今回はその OB の言葉を紹介いたします。あなたの意見を最後にコメント欄で教えてください。熾烈な再開争い。現在球団史上初の3年連続最下位の危機に瀕している中日と、2連覇と栄華を誇ったヤクルトが2年連続の最下位争いを演じています。昨季屈辱の2年連続最下位に沈んだ中日は、前年まで2連覇を成し遂げていたヤクルトとの争いとなり、ゲーム差0ながら勝率の差で最下位となりました。借金26の56勝82敗5分けでフィニッシュした中日の立浪監督は、昨シーズン終了後に、今年は非常に厳しいシーズンになりました。監督の責任ではありますが、来年は勝負できるようにしたい。このまま終わるわけにはいきません。必ずやり返します。と巻き返しを宣言。一方のヤクルト高津監督も、来年こそはまたセリーグのペナント奪還、日本一奪還を目標にして、ゼロから1から頑張ってまいります、と力強く意気込みを話していました。しかし今季も再びこの両球団が再開争いを演じることになってしまいました。そしてこの2球団と A クラス争いをするチームとは10ゲーム以上離れており、2年連続となる一騎打ちでの再開争いとなっているのです。昨季は最終戦までもつれ込んだ争いですが、今季も再び最終戦まで長引きそうなことから、ハイレベルな再開争い、またこの2球団かよ、逆優勝争いなどと話題に。最下位を争う中日とヤクルトとの直接対決は残り2試合ですが、いずれも神宮での対戦。中日から見ると今季神宮球場では2勝7敗2分けで一度もカード勝ち越しがないだけに、厳しい戦いが予想されています。直接対決では中日を圧倒しているヤクルトですが、球団史上初の3年連続最下位という不名誉な記録が迫っている中日の執念も見どころでしょう。どちらも最下位になるわけにはいかない戦いが続きますが、最後に上の順位に立っているのはどちらなのか注目しておきたいですね。ヤクルトの現状を嘆く廣岡達郎。9月16日、大混戦の優勝争いを演じているセリーグにおいて、ヤクルトは自滅もあって阪神に0対3で敗れて連敗。中日は首位の巨人に1対7で完敗と両者熱い譲り合いとなりました。この日のヤクルトの試合を見た巨人 OB でヤクルト、西武で監督を務めた廣岡達郎氏は、どうしたんだヤクルトは。なんでこんなつまらないチームになったのか、と最下位に沈んでいる古巣の低たらくに怒りを隠せない様子を見せました。この日のヤクルトは停滞バッテリーミスが致命傷に、0対0で迎えた6回に森下、大山、佐藤に3連打を浴び、前川の義肥で1点を失い、なお2アウト満塁のピンチで代打渡辺に3番手の木澤直文が投じた外角へのツーシームを中村がミットに当てながら後逸、2点目を献上してしまいました。廣岡はその6回に小川康弘が連打を浴びたピンチにマウンドに山田、中村のベテラン2人が歩み寄らなかったことを指摘しており、ヤクルトの勝利への執念のようなものは見られないと感じると、チームの不成績は監督コーチの責任、すなわち高津に責任がある。サンタナ、オスナという他球団が羨ましがる2人の外国人に4番に村上がいて、投高打低の今の野球界において打線の破壊力で言えばリーグ1、2位を誇る力を持ちながら、なぜこの位置なのか。投手出身の高津が投手を整備できなかったことに加えて、野球が下手になった、ミスも多い、
それはやはり監督、コーチの指導力の問題。高津はメジャーや韓国、台湾、独立リーグまであらゆる野球を経験して苦労してチームを連覇に導いたが、もう求心力はなくなったのかもしれない。このまま来年もやっても浮上は見込めない。球団として監督を変えるべきだと、高津監督は辞任するべきと痛烈な批評を見せたのです。高津監督は1軍投手コーチ、2軍監督を経て2020年に監督就任すると初年度は最下位でしたが、2021-2022年とリーグ連覇に導いた監督。しかし昨年は5位と低迷、今年も浮上することなく中日と最下位争いを演じてしまっています。チーム本塁打はリーグ2位で、得点は3位だが、防御率 3.67 はリーグ最下位。先発に2桁勝利投手は1人もおらず、勝ち頭の8勝は中継ぎの大西が拾ったもの。先発、中継ぎ、抑えも含めて課題である投手陣の立て直しがうまくいきませんでした。この日、甲子園では試合前に今季限りでの現役引退を発表した青木宣親の引退セレモニーが行われた。阪神が主催した異例のセレモニーは、おそらく壮大の先輩である岡田監督が演出したと考えられます。岡田監督が花束を贈呈すると、青木と肩を組んで写真撮影を行う姿を見て広岡は、2年前の優勝を引っ張ったのは青木だ。プレーだけでなくベンチでの振る舞いを見ていてもわかる。彼にはリーダーとしての素質がある。メジャー経験もあるが、ヤクルトが将来の監督候補として育てるべきだろう。私ならまずマイナー組織でもいいのでアメリカへ留学させて、もう一度アメリカの指導法を学ばせる。その後、コーチ、あるいは二軍監督をさせるのが理想だろう。と、青木に将来の監督として英才教育をすべきと語りました。青木の監督就任までに誰をつなぐのか、その人選候補については触れませんでしたが、広岡は高津監督の退任がヤクルトにとって必要だと考えているようです。矛先は中日にも。古巣ヤクルトを痛烈批判した広岡ですが、その矛先は最下位争いを共に演じる中日にも向きました。広岡は今季の中日について、中日も立浪が3年の任期で結果を出さなかったのだから退任させた方がいい。監督、コーチの経験がないままいきなり監督をさせたことにも無理があった。守備や走塁など基本的なミスが目立つ。繰り返すが、これは監督、コーチの指導力の問題。確かに打線は弱かったが、先発には高橋宏斗という軸があり、ライデル・マルティネスという絶対的な守護神がいて、投手力はあるチーム。やりようによっては面白いと見ていたが、打線では中田翔に頼ろうとしたことがそもそもの間違いだし、フロントの責任も多分にあるが、私には立浪に選手がついていけていないように見えた。と、こちらも指揮官の退任が必要とした上での痛烈な批判となりました。実際に9月18日の阪神戦に敗れ、7月29日以来の最下位に転落し、立浪監督は電撃辞任を発表しました。2011年を最後に優勝から遠ざかっている中日は、2022年に切り札のミスタードラゴンズとしてファンの支持が強かった立浪を監督に抜擢。しかし外国人打者の補強失敗なども大きく響き、2年連続で最下位に終わり、今季は4月に旋風を起こしかけましたが、結局優勝戦線に加わることができず、ヤクルトとの最下位争いに甘んじている現状。 CS ラインまで10ゲーム以上も離されており、広岡が指摘したように、立浪監督の肝入りで補強した中田翔も大不振で戦力になれませんでした。また立浪監督のチーム内での求心力も低下しているようで、9月17日の巨人戦で先発起用した育成出身の松木平が1回2アウト1塁でカウント2-2から岡本に外角のチェンジアップをレフトスタンドに運ばれて先制ツーランを浴びたシーン。配球の指示はベンチから出ており、初回から主砲岡本に外角一辺倒の配球を見せ、手痛い一発を浴びることに。これはベンチの責任と言えます。ベンチが主体となってチームとしてやるべきことができなかった。これが今季中日の低迷理由なのかもしれませんね。
昨季オフに立浪監督の3年目の続投決定に、ネットや SNS 上では賛否の声が多数寄せられる炎上状態となった際、廣岡は、もう1年チャンスを与えてやっていいのではないか。外国人の補強は失敗しているし、主力に怪我人が出た。選手を入れ替えてチームを改革するには時間がかかる。どんな批判を受けても信念を持ってやればいい。と、立浪を擁護していた廣岡ですが、結果主義のプロ野球で今季の中日を見て考えが変わったのかもしれませんね。予想される次期監督候補。廣岡が退任すべきと語った高津監督と立浪監督の後任にはどのような候補がいるのでしょうか。まずはヤクルト。高津監督は今年が就任5年目で2年連続で低迷している責任は感じていると予想され、監督交代という可能性が出ているようです。あるスポーツ紙記者は、内部昇格なら池山貴弘二軍監督、球団 OB では古田敦也氏、宮本慎也氏とビッグネームがいる。ただ投手陣を立て直すのは時間がかかるでしょう。また4番の村上宗隆が来季は3年契約の最終年です。ポスティングシステムでメジャー移籍を視野に入れているため、この穴を埋める選手はなかなか出てこない。土台からチームを作り直す必要があると思います、と指摘。古田は2007年に選手兼監督を辞任してから17年間ユニフォームを着ておらず、宮本は2018年にヘッドコーチに就任した際に次期監督の有力候補と目されていましたが、2019年に最下位に低迷した責任を取り、小川淳司元監督と共に辞任。現在は野球評論家として活動しています。有力な候補は何人かおり、高津監督の動向とともに次期監督の選定が注目されているようです。一方の中日も次期監督候補の予想まで始まっているようで、最有力候補は井上和樹二軍監督。今シーズンもファームは好調でウエスタンリーグ優勝の可能性がある。以前中日二軍で指揮した時も優勝しており、指導力には定評があります。矢野明弘前監督に呼ばれて阪神のユニフォームを着た時は、裏切り者と OB 連中から一斉に非難を浴びたが、彼らとのコミュニケーションもうまく取れるタイプですね、と二軍監督の井上を押す声が強くなっています。またあるスポーツ紙デスクは、内部昇格で考えられるのは和田和弘一軍打撃コーチ。理論派で選手に寄り添う指導方針に定評があります。 DeNA で伸び悩み、現役ドラフトで移籍した和製大砲細川誠也のブレイクに一役買いました。和田コーチは現役時代に打力を生かして外野手にコンバートされましたが、保守出身なので野球をよく知っている。侍ジャパンの井端弘和監督も有力候補ですが、2026年開催予定の WBC まで監督を務めるなら候補のリストから外れる。現場で評価が高いのは山本昌です。矢野明弘前監督の希望で阪神の臨時投手コーチを務めた時期がありましたが、個々の選手を熱心に調べて投球フォーム、変化球について助言するなど好評でした、と現任コーチやレジェンド OB の名前を挙げています。また他にも山崎武史など候補として名前の上がる人物は複数おり、今後の去就が注目を浴びているようです。最下位争い中の両球団の監督がどのような人選となっていくのか、オフシーズンは目が離せませんね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。